皆さんこんにちは情熱で奇跡の成長を導く日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です今日のテーマはですね、えー、サッカー女子日本代表高倉麻子監督の、えー、若手を育てる心得という話をしたいと思います、えー、前回に引き続きですね、えー、高倉監督のですねコラムから少し気になった、まあ、インタビュー記事ですねから少し気になったことをお話ししたいというふうに思います えここでですね、高倉さんがですね、監督はですね、まあ若手をどうやって育ててきたかということについても書いているわけですけれども、年齢に応じてアプローチやコミュニケーションを変えるということをお伝えしてくれていました、おっしゃっていました。要はですね、年齢に応じてさまざまなこうタイプだったり感覚は違うんだよという話なんですけれども。 例えばです、ね、14歳、15歳ぐらいの選手であればです、ね、なんかちょっかいをかけて、その中でサッカーの話を少しだけするという話をしているんですね。10代のサッカーは、話をしても一方通行になることが多くて、たとえ選手に意見を求めて見えることがそんなにない、みんな感覚的にサッカーをやっているというふうにおっしゃっているんですよね。 あの一方通行になりすぎないということをこう意識してですねえサッカーにえーこう感覚的にやっているものを意識的にや,やらせるようにこうしていくということを目指されているそんなコミュニケーションされているんだなというふうに思いました。あとはですね例えばこんなこともおっしゃっています A 代表の選手は一人一人自分のことを考えながらプレーしますと。 20歳ぐらいになると自分自身のプレイを振り返ってあの時はこんなことを考えていたとか結構言えるようになります。なのでこれを見計かからって喋ったりわざと放っておいたり自分の中でうまくバランスをとっています。あえて交流しないのもコミュニケーションの一つですとお話をされています。 こんなふうにですね自分で自分のことを考えるようになってくると要はですねそのこれらを見計らって要は距離感を見計らってですねその人が常に考えられるようなこう形にですね持っていくというそういうコミュニケーションを取っているということですね。こんなふうに考えるとやっぱりこう選手の自立というか自分のことを自分で考える自分で考えて自分で 行動決断し自分で行動するこういうことをこうやれるようになってくると、えー、こう双方向のコミュニケーションということがまあ有効なんだというふうなとも言えますよね。 まあそんなことで考えていくと、えー、皆さんもです、ね、若手を育てる、まあ、単純に20歳ぐらいだからとか1415歳だからとかではなくこう自立をどれだけしているか自分のことを自分で考え自分で決めて自分で行動しているというレベルがです、ね、どういうレベルなのかということを考えながらです、ねえー、こうお若手を育てていくということをされるということが、まあ、経営者、経営幹部として大事だということが言えるかもしれません。 ぜひですね、こういう年齢に応じてアプローチやコミュニケーションを変えるということは頭に入れておくといいんじゃないかなというふうに思っています。いかがだったでしょうか。情熱で奇跡の成長を導く日本で唯一売上げ上げるチームビルディングコンサルタントの湯上がお伝えしました。ありがとうございました。